今回は、霊夢も大好きな海上自衛隊の新鋭潜水艦隊芸について振り返ってみよう。いや、好きじゃねえよ。そう恥ずかしがらなくていいぞ。好きバレしてるしな。いやだから好きじゃねえよ、ねえよ。いや好きだけども。これは気になるわね。ということで今回は海上自衛隊最新潜水艦、米中が驚愕なに、この化け物、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。海上自衛隊の最新鋭潜水艦隊芸は2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で浸水した。隊芸は現在、海上自衛隊の主力である双流型の後継艦となる新鋭潜水艦で、今までの潜水艦とは違い、変わったネーミングだが、艦名を漢字で表すと大きなクジラと書いて隊芸となる。名前の由来は、戦前の旧日本海軍の潜水母艦である隊芸から付けられているぜ。まさに大きなクジラって感じよね。この感じ伝わってる？さらに海上自衛隊初となる女性隊員が乗艦する潜水艦としても注目を浴びているんだ。新鋭潜水艦隊芸について、双流型との違いやスペック。また、新しく搭載される新型魚雷の性能や、音波ではなく光を使う探知方法について解説していくぜ。お願いね。海上自衛隊の潜水艦の主力は現在双流型だが、以前は春潮型、親潮型が日本の海を守ってきた。双流型からはスターリングエンジン AIP システムにより、シュノーケルを使用せず電池容量を温存できるため、長期間の潜航が可能となった。双流型は世界最大のディーゼル潜水艦でもあり、低振動で静粛性が高く、世界でもトップレベルの高性能潜水艦でもあるな。スターリングエンジン AIP システムによってディーゼル潜水艦の低振動と静粛性が大きな強みになったわね。そして、さらに11番艦の欧流から先行中の動力源である鉛蓄電池や AIP を廃止して、世界初のリチウムイオン電池となり、さらに先行能力が向上されたぜ。こういう技術が日本は卓越していると思うのよ。だが、リチウムイオン電池の容積や重量が大きいため、機関部の設計が大きく変わり、居住環境は双流型の方が快適だそうだがな。双流型の能力向上型が大芸だぜ。リチウムイオン電池搭載が大芸なのね。新鋭潜水艦隊芸でも動力はリチウムイオン電池が採用されていることから、基本設計は双流型と同様で、バッテリーで有名な企業である GS ユアサが開発した潜水艦専用のバッテリーを搭載する。双流と隊芸のスペックを比較すると、サイズ的にはほとんど変わらないが、隊芸の方が建造費が100億以上高くなっているな。ふむ。双流型との大きな違いは、海上自衛隊で初となる女性自衛官の上官が採用されたことだぜ。え、私も乗れる？自衛官になって目指せばな。私の夢は花のニート生活だからな。近年は汎用護衛艦である DD、ヘリコプター護衛艦の DDH、補給艦、輸送艦、そしてイージス艦にも女性自衛官が乗艦していて、男性隊員に負けず、海外派遣や任務行動で活躍しているぜ。かっこいい。女性の艦長や司令なども増えてきており、妙高ではイージス艦初の女性艦長が指揮を取っているな。数年前と比較すると、女性が乗っていない護衛艦の方が少なくなってきている。そして潜水艦隊芸においても、女性が活躍する場が与えられたわけだぜ。自衛艦も少子高齢化の影響を受けているでしょうから、女性の受け入れ体制を整えて隊員が確保できればいいわね。そのため、隊芸では女性自衛官に配慮した区画が設けられており、居住区内に仕切り棟を作り、女性用寝室が確保され、シャワー室の通路にカーテンが付けられるなど、女性自衛官が勤務しやすい偽装が行われている。潜航中の動力は、双流型と同様のリチウムイオン電池である点は変わらないが、隊芸では光ファイバー技術を採用した高性能ソナーシステムが装備され、敵艦艇や敵潜水艦の探知能力が向上しているな。光ファイバー技術のソナー？ああ。一般的に、水中に潜む敵を探知する方法はアクティブとパッシブの二つしかない。アクティブとは、ソナー音という音波を水中に発信して、目標に当たって跳ね返ってきた音を解析することで、敵の艦艇や潜水艦の方位と距離を算出する。音波を出すのね。一方、パッシブは聞き耳を立てるだけで、相手の出す機器の音やスクリューの音などを探知して解析することで相手を識別する。パッシブでは潜水艦から曳航式アレイという1000メートル以上のセンサーを引っ張りながら走る。曳航式アレイは時間が出す音に邪魔されずに、離れたところで相手の音を探知することができるんだな。だが隊芸の曳航アレイは音波ではなく、光ファイバーソナーというものに変更された。音波ではなく、光の干渉作用を探知できる能力があるんだ。ほう？なるほどね。
この光ファイバーソナーは電磁発信の探知も可能となっており、これまでのように音に頼る探知方法からの画期的なシステムになったぜ。これは強いわ。魚雷については、これまで主流であった、1989年に開発された89式魚雷から最新の18式魚雷に変更されたな。18式魚雷は敵が使用するおとりに対しても音響画像センサーにより目標の形状を識別し、対応能力が向上しており、音響環境が複雑な海中でも有効な攻撃が可能となるぜ。AI 技術に近い魚雷ね。海底に着底する鎮座状態で音を出さない潜水艦を探知する能力もさらに向上しているんだ。速力や射程距離などは明らかにされていないが、89式魚雷を参考にすると、速力40ノットの場合は射程50キロ。速力55ノットの場合は射程39キロとされており、大きな差はないものと予想されるな。にしても、海底に潜んでいるのに魚雷が来るなんて、与えるプレッシャーは相当なものね。魚雷は発射すると自らが音を出しながら敵を捜索するアクティブモードと、相手の音を探知するパッシブモードのほか、有線による追尾もできる。有線魚雷とは、発射後も潜水艦と魚雷が細いワイヤーで繋がっており、相手に当たるまでの間、潜水艦から操縦が可能となる魚雷なんだ。触手みたい。そのため、相手の位置がある程度判明している場合、仮におとりを発射されても、それに引きつけられることなく、狙った相手を撃沈することができるわけだな。なるほど。隊形が収益すると、防衛大綱で定められた潜水艦隊の22隻体制が整うことになる。日本の周辺国では潜水艦の増強や近代化が進み、脅威がさらに増している。また、過去に中国の潜水艦による領海侵犯なども発生していることから、海上自衛隊の潜水艦の強化は必須だな。日本の防衛は海域からだものね。有事の際は、潜水艦の運用は戦況に大きく影響することは言うまでもなく、海戦において艦艇の作戦を有利に集めるために、潜水艦による脅威の排除が必要となってくる。脅威の排除か。まさに抑止力ね。海上自衛隊の潜水艦のレベルは世界でもトップクラスと言われている。潜水艦の乗員は航海に出るとき、行き先や帰ってくる日時を家族にすら伝えることは禁じられているんだぜ。日本の潜水艦のレベルが高いのは、日の光も入らない過酷を極める環境下において、日本を守るために日々訓練を重ねる優秀な隊員たちがいるからこそなんだ。まさに見えないところで日本を守ってくれているわけか。頼れる忍者潜水艦だわ。2022年12月、政府は長射程ミサイルを海中から発射可能な垂直発射装置 VLS を備えた潜水艦を保有する方針を固めた。企画閣議決定する防衛力整備計画など、安全保障関連3文書に明記する。反撃能力を高めることになるわね。日本の掲げる専守防衛には少しずつ限界が出てきているわね。政府は安保3文書に他国のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力敵基地攻撃能力の保有を明記するが、陸や海上からに加え、海中からも反撃能力を行使可能にし、抑止力強化に努めるという。海中に潜む潜水艦は他国に位置を把握されにくい。いざとなれば海中からも反撃できる能力を持つことで、抑止力を拡大に向上させられると判断したわけだ。抑止力とも言えるし、報復装備とも言えるわね。使い方次第になってくるわ。搭載するミサイルは国産の地上発射型ミサイル1-2式地対艦誘導弾の射程を1000キロ超に伸ばした改良型や、米国から購入する巡航ミサイルトマホークなど外国製の長射程ミサイルを想定しているそうだぜ。潜水艦からの長射程ミサイルの発射は、主に水平方向に放つ魚雷発射管を使う方法と、船体の上部から打ち出せる VLS を使う方法の2つがあるが、VLS の方が多数の発射が可能なことから VLS 方式を採用。大掛かりな装置となるため、心臓を含めて検討することになる。お、新しい潜水艦を作るってわけね。海中からの長射程ミサイル発射をめぐっては、浜田靖一防衛省が8日の衆院安全保障委員会で、潜水艦は高い隠密性を有している。より長射程のミサイルを用いた戦い方によりこの特徴が発揮され、相手に一層複雑な対応を強いることができると述べていた。日本は島国だから潜水艦なしでは防衛を語れないわね。政府はまた、2027年度までに空中給油輸送機を13機取得する計画も防衛力整備計画に盛り込む方針だ。新型の KC-46A などが候補となる。敵の航空機などを探知する早期警戒機 E2D を置き、高度な電波情報の収集分析能力を持つ電波情報収集機 RC2 を3機、相手の通信やレーダーを妨害できるスタンドオフ電子戦機を1機整備することも盛り込んだぜ。スタンドオフ電子戦機って1機でいいの？
せめて2機欲しくない？え？素人意見？ミサイル攻撃への対処能力向上のため、地対空誘導弾パトリオットの改良型パック 3MSE や、新型迎撃ミサイル SM6 の配備を進めることも明記したな。ミサイル迎撃は今や防衛の基本能力よね。北も中国も何千発用意してるか計り知れないけど、陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージスアショアを代替するイージスシステム搭載艦も2隻を整備するぜ。従来のイージス艦に比べて小型化する方向で検討されてるのよね。中国の軍拡に合わせて日本もそれらを拡大していくわけだが、少し複雑な気持ちになるぜ。中国がじゃんじゃん作って、近海に侵入してきたり有事を匂わせたりするからだけど、不本意よね。これら発表の前に、潜水艦の実験艦新造は検討されていたぜ。そうなのね。2022年10月29日の読売新聞にトマホーク搭載の潜水艦を視野、実験艦新造を検討との記事が掲載された。記事には、政府は長射程ミサイルを発射可能な潜水艦の保有に向け、技術的課題を検証する実験艦を新造する方向で調整に入ったとあるな。数を作らないからこそ、技術の研鑽は怠るわけにはいかないわ。長距離攻撃が可能な兵器を搭載する実験潜水艦には現状、名前はない。報道によると、トマホーク搭載潜水艦の実験艦を作るということだが、今の海自潜水艦でも、装置を追加すればトマホークは魚雷発射艦から発射可能だぜ。射程距離1250キロ以上と言われるトマホークは、専用装置を艦内に搭載すれば、海上自衛隊の護衛艦潜水艦から今でも撃つことができるんだ。トマホークって魚雷発射艦から発射可能なのね。もともと現有のハープーンミサイルなどと発射艦の口径は同じだからな。トマホークミサイルの場合、の地上目標を攻撃せよと命令すれば、その専用装置でミサイル自身に目標の緯度経度をインプットして撃つだけだそうだ。だからトマホークのために実験艦を作る必要はない。これは新たに垂直発射装置 VLS 装備の潜水艦を作るのが狙いだったわけだ。なるほど、そうね。そしてその実験艦に搭載するのはトマホークではなく、射程距離を1000キロに伸ばした、三菱の1式ミサイル海だと推定できそうだ。国産のミサイルってわけね。海自潜水艦の直径は10メートルで、喫水部分は7メートルある。もし12式ミサイル海搭載用の VLS を装備すると、その実験艦の直径も延伸され、喫水も当然深くなるな。今でも横須賀や呉といった潜水艦母港の水深は商用港よりも深く浚渫されているが、もしこの実験艦を管理するとなると、海自基地周辺の浚渫工事も必要になるな。大掛かりな計画になりそうね。米海軍原潜バージニア級には、セールの前方に VLS がある。写真ではそこにトマホークミサイルを搭載している。ちなみにバージニア級の喫水は 9.3 メートルだぜ。潜水艦からミサイルを垂直に撃てるかが第一のゴールだ。そして射程距離が1000キロならば、東シナ海に入っていれば中国沿岸地区をなんとか撃てるな。現在、国家安全保障戦略上、北朝鮮は脅威と明示しているが、中国は懸念事項の明示になっている。平壌を狙う反撃能力とは言えるが、北京を狙うとは書けないわけだな。そうなのね。北が日本にミサイルを撃ち込むのは、第二次朝鮮戦争が始まった後に、在日米軍の追加支援を止めるための威嚇発射になることが考えられる。そんなことしたら余計に止めることになりますけどね。一方、中国が台湾侵攻するときには日本は米国を手伝わないよな。と東京攻撃を示唆する核ミサイル恫喝が起きるかもしれないそうだ。それ、ロシアより立ちが悪いわ。中国にそんな度胸があるとは思えないけど。そのタイミングでいいけど、北京にも反撃するからねというために整備するのが反撃能力だな。まさに今の日本に抑止力として保有する必要がある能力になったわけだな。対中国には必要ね。反撃を食らうなんていまいちわかってなさそうだもの。で、果たして日本に射程距離3000キロのミサイルは作れるのかなんだが、12式海は日本で最初に作る射程1000キロの長距離ミサイルだ。三菱はそこからいずれは3000キロを目指すはずだろう、と。なんか頼りない憶測ね。ここで計画している VLS の発射数は6発なんだが、米海軍ミサイル原子力潜水艦の VLS は24機であることを考えると、果たして抑止力になるのかという疑問が湧く。4分の1しかないわね。その大きさを求めるなら原潜が必要になる。原潜を作るためには、高濃縮ウランを使った原子力推進器を使う必要が出てくるな。原潜自体は核兵器ではないんだが、NPT 核兵器不拡散条約上、核兵器にも転用可能な高濃縮ウランの使用を、核保有国 P5 の1カ国が認める必要があるぜ。うん。
オーストラリアに原子力潜水艦の保有を認めたオーカス、米英豪の軍事同盟においても、アメリカがこの高濃縮ウランの使用を認めた。だから、日本が原潜を持ちたいといえばアメリカはOKするだろうな。でも原潜ってうるさいんでしょ？静寂性の高い日本の潜水艦の特徴は残したいわね。そうだな。まあ日本の航洋力があれば原潜自体は作ることは可能だろうぜ。6機の VLS に6発の通常弾頭ミサイルでは反撃能力にならない。24発必要だとなると、米海軍潜水艦アラスカ、1万6000トンクラスの原子力潜水艦でないと任務は果たせないな。小さい潜水艦を増やすにしても維持費高くなるし、乗組員も足りなくなりそうね。射程距離3000キロ、12式海のミサイルを搭載した潜水艦 X が、日本列島東側の深海に潜んでいれば、反撃能力を持てれば、やられたらやり返す、殴り返す力を米軍だけに依存することはなくなる。その射程3000キロの12式海ミサイルは、海自潜水艦からだけではなく護衛艦も、そして陸上自衛隊は TEL 輸送機率発射機からも、航空自衛隊も空中からも撃てるようになり、初めて日本は他国からの核恫喝や侵略の抑止ができる国になるかもな。そうなっていく気がするわ。防衛省もそう言ってるわけだしね。日本の潜水艦製造が優秀なことは、お隣のわちゃわちゃ具合を見れば際立つ。キムチの数ほどあるそれらから少しだけ解説を入れるぜ。お願いね。韓国の潜水艦を建造するメーカーであるデウ造船の関連資材メーカーの関係者が捕まった件だな。よくわからないのよね。何があったのよ。軍事装備を無許可で輸出し、デウ造船の潜水艦技術を台湾の国営企業台湾国際造船に輸出させた容疑で、造船関連機材資材メーカー A 社の関係者6人を警察は検察に送致した。え？ 6 人も？6人のうちの1人で、潜水艦技術の図面の一部を持って出国し、これを台湾企業に輸出させた疑いのある1人は、身柄を拘束された状態で送致された。あ、6人の中の1人がそれをして、6人の身柄を拘束して事情聴取したということね。そういうことだ。6人の関係者のうち1人は、潜水艦技術の図面の一部を持って出国した疑いで身柄を拘束されている。韓国においても、検察に送致されたということはある程度証拠が揃っていたことを意味する。なるほどね。すでに容疑者というよりは逮捕状待ちみたいなニュアンスね。警察によると、容疑者らは1500億ウォン、日本円にして約160億円で台湾企業の潜水艦建造プロジェクトに参加する契約を締結した。容疑者らは、このプロジェクトのためにデウ造船の元潜水艦建造技術者を含む退職者らを採用し、うち20人以上を台湾に派遣して、潜水艦建造に参加させる手口で技術を輸出させたという。相当なお金動いちゃったわね。警察は、容疑者らが技術を輸出させた見返りとして受け取ったとみられる79億ウォン、日本円にして約8億3000万円について、起訴前の追徴保全を申請し、すでに裁判所から認定を受けたことを明らかにした。でも、個人レベルでそんな大掛かりなことが起きるの？ある程度は容疑が固まって検察に送致されたんだろうなと思っていたのだが、霊夢の言う通りなんだかきな臭いことになっている。警察が明らかにしたところによると、ソウルに本社を置き、京山南部で事業を行っている A 社は2019年頃、台湾が進める潜水艦導入事業に参加した。台湾は2025年までに独自技術による8隻の潜水艦建造を目標に事業を進めている。台湾が入札を通じてこの事業に参加する企業を募集する際、A 社以外の他の企業も入札に参加したが、多くが途中で応募を放棄したという。参加したのに応募放棄。現行法上、軍事技術や物資を輸出する際には韓国政府と韓国軍の許可が必要だが、台湾による今回の潜水艦事業への参加も技術輸出に該当する可能性が高いということだ。入札するにはある程度そういった情報は必要よね。もちろん全てを開示する必要はないけども、応札した際にはある程度の技術情報を書く必要があって、場合によっては物を提出することもあるが、どうやらこれが問題とされたらしい。入札ならプレゼン資料のような計画も必要だろうし、ある程度は仕方ない気もするけども。2019年から最近まで、デウ造船海洋の潜水艦事業部に勤務していた退職者15人を含む合計20人を台湾に派遣していた。どういうこと？警察は、彼らが台湾南部の高雄にある台湾国際造船公社で潜水艦建造作業を行ったとみている。うち一人はデウ造船海洋から持ち出した潜水艦油水分離装置やバッテリー固定装置など、核心部品の設計図面に種類を引き渡したことが確認されたという。警察は、A 社の関係者6人を対外貿易法違反、不
不正競争防止及び営業秘密保護法違反などの容疑で検察に起訴相当として送致した。台湾側が退職者を雇ったのだと思ったら、韓国企業 A 社が退職者を雇ったということなのね。てっきり逆の話だと思ったけども。問題となるのは、退職前か退職後かは知らないが、デウ造船海洋から持ち出した潜水艦の設計図面を持ち込んだのが問題だということだ。それを情報漏洩だって騒いでいるのね。台湾側が盗んだかのような印象を持ってしまったが、韓国人が台湾に持ち込んだという話だな。確かに台湾に技術が漏洩した恐れはあるけども、台湾の潜水艦にその技術が使われたかどうかはよくわからない。絶対と言っていいほど使わないだろうし、なんなら韓国独自、なんて騒いでいるけども、その極秘事項も他国から技術提供された内容だろうし、別に大きな問題でもないと思うけどね。韓国だからって意味ね。韓国側としては大問題なんだろうけど、台湾側としては他にも潜水艦技術を教えてくれる、協力してくれている国があるから、果たしてその技術が必要。これからもから目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。